それでもう大学を卒業する頃にはまあプロでもまあ注目のこの人はもしかしたらプロに行けるんじゃないかっていうそういう選手のうちの一人として見られてましたよね。そうですね、はい、スカウトの方には結構見に来てもらいました、ね、その時には、まあ、志望届も出してると思いますけれども、はい、いけるというふうに思いました。そうですね、あの大学4年生の時は一番あプロに行けるもうちょっと天狗になってた部分もあったんで、あの時ってあんまり祖父江選手って負けてないんじゃないですか。そうですね、はい、ね、大学リーグとか含めてね、はい、じゃあかなりいけるって思ってたと。そうですね、はい、でも志望届出したのに指名されなかったんですよね、はい、指名されなかったです、はい、それどんなお気持ちでした。いや鼻がポキッと折れました、ね、ポキッと折れましたか、はい、あそれやっぱり現実を突きつけられたみたいな、はい、そうですね、はい、あそうですか。周りに何ていうふうに報告したんですか。いや周りはみんな笑ってたんですけどなかなか笑えなかったですね。本当にもうその日はすぐ家に帰って寝ました、はい、もう嫌なことがあったら、はい、あちなみにあれなんですか、あのいろいろこう今でもねその緊迫した場面出られるじゃないですか。で全部が全部成功しませんよね、はい、で祖父江選手の投げた1球によって負けてしまったですとか、はい、逆転されてしまったってことがあります。そういう時ってやっぱり家に帰ったらどうされるんです。すぐ寝ます。すぐ寝るんですか。もう真っ暗にして寝ます。あ、はい、本当にあの、はい、振り返ったりだとかあの全くしないですね。振り返ると寝れなくなっちゃう。はあ、寝ます。これでもいいヒントいただきましたね。あのどうしてもミスを引きずってねなんか布団の中に入るでも入んないでもなくなんかなんでそうだったんだろうこうだったんだろうということを考えすぎちゃったら、はい、あっという間に時間が経ってしまって翌日も寝不足になっちゃって仕事とか、はい、あと学校とかに支障が出るなんてこともあったりとかしますけれども、その辺の気分転換は昔からそうなんですか。そうですね、どっちかっていうとふてくされて寝る感じですよね。なんだよっつって、はい、なんで打たれちゃうんだよみたいな。そうですね、はい、あじゃああれなんですか、じゃあそのプロに指名されなかった時もまさにふてくされねえだったわけですか。ふてくされるのもできなかったです。もうもうダメでしたね、涙出てきました本当に。あ、はい、本当ですか。いやでもそこから今度は社会人のトヨタ自動車に行かれまして、でどうなんでしょう、そうするとプロにその時指名されなかったみたいな反骨心みたいなものっていうのはやっぱり出てきたみたいな。そうですね、もうとりあえず社会人は2年経たないとプロに行けないんで、とりあえず2年はしっかりやってプロに行きたいっていう気持ちでやってましたね、はい、あの昔からどうなんですか、その気持ちは強いタイプなんですか。気持ちは弱いタイプです。本当ですか、はい、だってね、あの先ほど、ね、皆さんからも話がありましたけれども、やっぱ試合中に見せるあの気迫の顔、はい、ああいうのを含めたら相当気が強い選手なんじゃないかなって皆さんが思ってると思うんですよ。いや、あれは表面上だけですね。本当ですか。本当の中ではもうビクビクしてます。そうなんですか、はい、そうです。それはあれですか、失礼な話ですけど、昔ちっちゃい頃、子供の頃、そうです、もうビビリです。ビビリなんですか。はい、あのクラスとかでなんかみんなでなんか発表するみたいなこととかは。あ、もうダメです。もう今日もめちゃめちゃ緊張してますので。本当ですか。はい、ダメです。もう人前で喋るのが苦手なんですよ、はい、そうなんですか。でもどうでしょう、プロになってこういうおしゃべりする場がだんだん増えてきたと思うんですけど、はい、なんかすいません、つまらない話で申し訳ないです。そんなことないですよね。すごく話一つ一つが丁寧で面白い。ほら拍手もだって起きてますから。だんだん上手くなります。あ、でもそうなんです。でプロにまあ行きたいっていう気持ちで、まあ、トヨタ自動車でまあ2年、はい、それでまあ志望届をまた出せるようになって、はい、でようやく指名が来たと。その時いかがでした。そうですね、 2年目3年目と、調査書が来たんですけど、そこでもかからなくて、4年目は正直もうラストチャンス、でもちょっと半分はもう諦めかけてたんですけど、まあ、中日ドラゴンズさんに拾ってもらって、まあ、本当に嬉しかったですね、はい、その時はさすがに、じゃあドラフトの指名がありました、それは眠れないですよね。その日の夜どんな感じだったんですか。その日の夜はみんなにお祝いしてもらいました。あ、そう、はい、きっと手洗い祝福だったんでしょうね。なんかって拍手もありますが。そうですね、シャンパンでした。シャンパンで、おお、かっこいい、はい、あ、じゃあもうシャンパンファイトみたいな。トヨタ自動車の選手がやってくれました、はい、あ、そうですか、はい、うわ、でもそういう選手の皆さんたち、トヨタ自動車の皆さんたち、
多分きっと相当喜んでらっしゃるんじゃないですかね、今年の活躍は。いや本当に喜んでくれましたね。はい、あのちなみにあの NHK でもあのいつもあの夏やあの選抜で高校野球がありますけれどもね、そこであのいつも解説をされている広瀬寛さんという方がいらっしゃいます。トヨタ自動車の元監督です。そうです、はい、すごくねシーズン中心配されてたんですよ。あ本当ですか。うん、でそれでね、でもやっぱり活躍してる姿を見てすっごくねあの力強く、いや永井君ねそれはいいやつだからっていうふうにずっとおっしゃってたんです。でこんなこと皆さんの前で言うのもなんですけど、だから本当に今日僕もねお会いするのは楽しみで。そうなんですか。マウンド上で見てたあの顔っていうのは実はその自分のそのちょっとシャイなところを最大限こう、そうです、隠すってわけじゃないですけど、そうですね、はい、ここでねせっかくなので僕もちょっと伺いたいなと思うんですけど、セットポジションからまあ、真っすぐと、まあ、縦の大きく曲がるスライダーだと思うんですけれども、はい、どうなんでしょう、真っすぐを速く投げる今こう祖父江選手が一番心がけている投げ方、どこに一番ポイントがあるんですか。いやもう僕はスピードはもう求めてないんで、もう福谷とか又吉っていう浅尾さん、みんな球が速いピッチャー多いんで、まあ、僕はスピードに こだわらず、まずはコントロールしか意識してないです。これはもうぜひ教えてもらいたいんですけど、私も実は言うと高校の時ちょっとピッチャーをやってたんですけれども、はい、最近草野球になるとですね、もう本当にこうコントロールも悪くって、コントロールってこうどの辺を重視して投げてます。いや僕もコントロールは本当に悪い方なんですけど、でもまあそこ意識しないといけないんで、とにかく下半身を意識して投げることが多分一番だと思います。ちょっとせっかくなのでちょっと立っていただきまして、下半身ですと、まあ、祖父江さんの場合はこうセットポジションから入ることが多いですね、はい、でそこからの動作として今こう上げてこう前に行きますけれども、はい、そのところで一番気にしているところはどこなんでしょう。僕は、ピッチャーってこういったりこういったりすると絶対ダメなんで。そうですね、一定のところにつかないとダメなんで、僕はもう調子悪くなるといろんなバラバラのところに行っちゃうんで、あの踏み出す足がインステップになったり、はい、それとも体が開いてしまったり。そうですね、まっすぐまっすぐ出すことをまずは意識して。不思議なもんですね、調子が悪くなるとこの体の癖ですかね。そうですね、そんな、はい、でもやっぱりちゃんとまっすぐ出すと、はい、じゃあそこから先は意識されていること。あ、全くしないです。もうあとはもう思い何も考えずになります。あ、じゃあそれぐらい実は下半身が大事ってことなんですね。そうですね、多分どのピッチャーに聞いてもいい、そう言って言うと思います。はい、まあ、年間を通じて今年も活躍されましたけれど、どうしよう、下半身のトレーニングってどんなことすればよろしいですか。まずは僕はあんまり筋トレをあまりしないんで、まあ、とにかく走ってます。まず走ること、はい、そうですね、あんまり筋トレされないんですね。全くしないですね。あ、はい、走るってどれぐらい走るんですか。いや、日によるんですけど、数字でいうと10キロとか。10キロぐらい。そうですね。じゃあそれは1日トータルするとみたいな。そうですね、いろいろなことを合わせて。そうなんですね。いやでもあっという間にもう時間がだいぶ経ってしまいましてですね、はい、この辺りで来年に向けての抱負なんていうのもこう伺いたいんですが。はい、ですね、来年は今年以上っていうのは大きな目標で、まあ、個人的な目標なんですけど、そこは、まあ、今年以上の登板数、防御率全部今年よりも良くしたいっていうのがあるんですけど、でもまずはチームの優勝がファンの方は嬉しいと思うんで、とにかくその1勝2勝もう勝ちに一つでも貢献できるようにしたいなと思ってます。あとファンとしましては、まあ、数字という部分でいくとプロ初勝利ですとか。あ、そうですね、はい、初戦、はい、このあたりもすごく期待したいんです。そうですね、結果ついてきたらいいなっていうのだけしか考えてないです、はい、いや本当にもうあっという間にありがとうございます。祖父江選手はですねこのままステージにお残りいただきまして、ここから祖父江選手によりますチャリティーグッズの販売に移りますので、皆さん大きな拍手お願いします。